皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはニューパワーというテーマでお届けいたします。ニューパワーという言葉を聞いて、あなたはどのようなことを思い出されるでしょうか。直訳すれば新しい力ということになるんですけども、今いろんなですね、こう権力構造だとか、あとはですね、こう価値観、そして業界の潮流だとか、いろんなこう潮流っていうんですかね、こう物商品がこう商品とかサービスがこうね、市場に流れていく、その流れ道っていうのもね、いろいろこう変わってきているわけなんですけども、そうは言われてもですね、どこでどういうふうに変わってるんだって言われると、なかなか難しいかもしれませんね。ただそれをですね、やっぱり読める人間というのはこれだけ広い世界の中にやはりいるわけでしてね、今日は紹介するのが、そのニューパワーというですね、こちらの本になりますね。はい。ジェレミー・ハイマンズ。というのと、ヘンリー・テイムスっていうかね。このお二人が書いた協調のやつなんですけど、今世紀最強のベストセラー、ついに日本上陸ということでね、これからの世界の新しい力を手に入れよう。世界は変わってしまった新時代の成功のルールってことになっております。今日もね、たまたまヤフーニュースでね、ちょっとバンド名忘れましたけど、レコード会社にも、事務所、芸能事務所にも所属してなくて、それで、世界のですね、音楽配信サイトで、日本人で、一番、こう、聞かれてるバンドというのがですね、実は誕生したと。ポイントはですね、レコード会社にも、芸能事務所ですよね、そこにも所属してないにもかかわらず、そういうふうに世界に発信してですね、支持をされてるってことなんですね。これっていうのは、一昔前で言ったら、これ難しかったわけなんですよね。あとは、何年か前に話題になりましたけど、宮崎直子さんというね、路上から武道館へというですね、シンガーソングライターの方ですけども、その方は、月曜日から金曜日まで毎日ですね、路上で、路上ライブって言われるのをやっておりますしですね、その中で、武道館で、何年かかけて武道館でコンサートを実現するわけなんですけども、確か一人、このサポーターと称してですね、武道館でコンサートやりたいってことで一人3000円ぐらいだったかな。こうね、頂戴するわけで集める、寄付で集めるわけなんですけども、それがね、何人だったかな。何人か集まったら、武道館でコンサートやるって言って、すごい数だと何千人だと思ったんですね。それを1年以内にその宮崎直子さんという方は路上ライブでですね、こう集めて、ついには武道館でコンサートをやることになったわけなんですが、業界的に言ったらですね、非常にこう、普通の流れではないですよね。武道館でコンサートをできるっていうのは、それなりに、まずは、CD とか音楽が売れて、テレビに出たりとかして有名ですね。そして武道館でやるっていうのが一般的な流れだったわけなんですけども、宮崎さんの場合は全くそんな流れは無視して、路上からいきなりこう武道館に行ってしまったというね。そんなことも含めていろんな力、権力構造が変わってきているっていうことなんですけども、ですね、ここで、一番最初のページで、ニューパワーとオールドパワーの比較があるんですね。例えば、オールドパワーだと、貨幣がね、やっぱ力を持ってた。だけど、ニューパワーでは、潮流が力を持つと。オールドパワーでは、少数の人が力を握ってるんだけど、ニューパワーでは多くの人が生み出すというね、力を持つんだけど、生み出す。そして、オールドパワーではダウンロード型。だけど、ニューパワーではアップロード型だと。そして、オールドパワーはリーダー主導型。しかし、ニューパワーでは仲間主導型。そして、オールドパワーは閉鎖的なんだけども、ニューパワーは開放的であると。非常に抽象的な概念で、ニューパワーとオールドパワーを比較しているわけなんですけども、これは序章であってですね、中を見るとすごいんですよね。もう事細かにですね、いろんなことが書いてあるんだけど、紹介はちょっとできません。詳しいことは読んでほしいんですが、この本ね、本当にいいな。例えば、アルビン・トフラーの第3のナビっていうのがもう今から1980年ぐらい出たのかな。おそらくそれに匹敵するぐらいですね、読んで、
損はないですし、これからの世界がどういうふうな力で支配されていくのかっていうのが明確になるような気がしております。はい、こちらですね、ニューパワーというね本を今日は紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。